ヨハネス21世はローマ教皇。本名をペドロ・ジュリアン、ラテン語ではペトルス・ヒスパヌスと言い、現在に至るまで唯一のポルトガル出身の教皇である。在位わずか8ヶ月で死去した。リスボンで生まれたとされ、リスボン大聖堂内の神学校で教育を受けた。後にパリ大学に入った。1245年から1250年にかけ、ペドロ・ヒスパノの名で知られ、シエナ大学で薬学を教えた。彼はこの地で、論理学綱要、サンヤリー・ロジェカルズを書き、この本は300年以上ヨーロッパ諸国の大学で用いられた。こうして、有名な大学講師として、リスボンへ戻り、ギマランイスの宮廷で、ポルトガル王アフォンソ3世の教会関係の助言者、スポークスマンとなり、ギマランイスの修道院長となった。彼は、リスボン司教になろうとしたが、競い負けている。その後、リスボンの学校講師となり、グレゴリウス10世の主治医となった。1276年8月18日のハドリアヌス5世の死後、ペドロは9月13日にコンクラーベで教皇に選出された。その短い治世は、強力な枢機卿、ジョバンニ・ガエターノが代わりに政治を取り仕切っていた。ジョバンニは聖地への十字軍結成のため、正教会とカトリックの合同とキリスト教国の平和を保とうと努力した。しかし、タタール人を改宗させようと働きかけたが、成果はなかった。ヨハネス21世は、ビテルボにある別荘に新たな翼をつけさせた。それは、手抜き工事で作られたため、ある時に彼が就寝していると屋根が崩れ落ち、重傷を負った。そして、事故から8日後の1277年5月20日に死んだ。おそらく偶発的な事故で死んだ教皇はヨハネス21世が唯一である。遺体はビテルボのドゥオーモに埋葬された。現在もヨハネス21世の墓がそこで見られる。死後、ヨハネス21世は魔法使いであったのだと噂が広まった。ダンテ・アリギエーリは神曲の中で偉大なる宗教学者の魂と共に太陽の天空でヨハネス21世と面会した話を書いた。ヨハネスが執筆した論理学綱要はヨーロッパの13世紀に刊行された最も典型的なスコラの論理学書として中世の大学の教養コースで数百年にわたって使用され数百版を重ねた著名なテキストであり、今日中世ヨーロッパの学問の基礎を理解するための必読書とされる。聖公の前後の避妊法に関する最も包括的な指南書の一つがヨハネス12世によって書かれており、彼は産時制限に関する助言と月経を起こす方法と著名な貧者の宝で述べている。彼の説明する方法の多くは現代の研究でも非常に効果的なものとされており、古典古代の女性は以前考えられていたよりも産時をよく制限していたと近年では考えられている。しかし、貧者の宝の著者がヨハネス21世であったのかについては疑問が提出されている。他にも彼の目を研究した著作が現存している。山下正夫、ヒスパーヌス論理学綱要、京都大学人文科学研究所、P.I. ハットリドル、1994、山下正夫。ヒスパーヌス論理学綱要。京都大学人文科学研究所。P6。ありがとうございます。